皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回も皆様の物欲を刺激させていただく機材紹介動画でございます。今日紹介させていただくのはこちら、ベベン。最近話題のエフェクターメーカー Vivi の最新オーバードライブカリオンというエフェクターでございます。このカリオンね、本当先週発売されたばっかのね、超新製品ホヤホヤなんですよ。で、いろんなホームページを見て見かけたのは、プロギタリストが求めるサウンドを追求したハイエンドオーバードライブなんていう立ち位置らしくて、すごいっすよね。普通のオーバードライブじゃないよ。もうプロギタリストが求めるサウンドを追求したハイエンドオーバードライブですからね。もうそんじょそこらのオーバードライブと違いますよ。もうとんでもないオーバードライブなんですよ。で、そんなこと聞いたらさ、もう音聞きたいじゃん。なんかどんな音がするのかしたら、うんみたいな感じで、もうここまで来たからにはもう聞かざるを得ないじゃん。もう聞くしかないじゃん。安心してください。この動画の中でもうたくさん、これでもかってぐらいたくさん鳴らし続けますので、どうか楽しんでいただければ幸いでございます。ただ一つ気をつけたいのが、今回もすごい物欲刺激されてしまうんで気をつけてください。ちょっとさっきすでに遊んでるんですけども、先に言っとくとね、めっちゃいい、めっちゃいい、すっごい物欲刺激されると思うんで、そこだけは本当に要注意でございます。思想環境はいつものビルロレンスの BL1 からカナルのシールでカリオンに行きまして、カナルのシールでブラックスターに行きまして、でブラックスターの 6L6 スタジオ10で、鳴らしていこうかと思っております。で、画面のズババーンとお手元をお見せしながら鳴らしていこうと思っておりますので、ぜひとも参考にしてみてくださいませ。とりあえずこれ音が出るはず。出た。もちろんアンプの方はクリントン。鳴らしていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまずこのカリオンのインターフェースを見ていってみましょう。まずレベル、音量ですね。で、トーン、こっちに行くと、パリパリして、こっちに行くとモコモコするっていうスイッチです。で、ゲインは向こうに行くと強くて、こっちに行くと歪みが弱くなるっていうスイッチです。で、もう一個横にこのね、タイトスイッチっていうのがね、実はあるんだけどね、これちょっとね、後でお話しさせていただきます。とりあえずこれ上だとオフなんで、オフの状態で鳴らしていきます。真ん中に設定して、とりあえずカリオンをオンにしてみましょう。まずこの音聞いてみてください。すげえいいです。この歪み具合がすげえな、気持ちいいっすよね。フレーズもいいし、もっとこのがっつりロックっぽく、なんていうフレーズもすごい良い感じですよね。で、このカリオンのすごいこの一番の特徴だと僕が個人的に思うのは、このピッキングのニュアンスにすっごい忠実についてきてくれるんですよ。普通にこう繊細にさ、このなんか、って弾けばこのね、繊細になってくれるし、ビャーンって弾けば、ギャーンって感じになるし、このね、ピッキングのニュアンスのね、追従ぶりがね、すごい。なんかすごいこの気持ちよくない？
なんかすごいいい感じじゃない？このアルペジオの具合とかも。すごいこのね、使いやすいというか扱いやすいというか、すごいこうめちゃめちゃ気持ちいいサウンドですよね。ちょっと原因度をバーッと上げていってみましょう。ちょい歪ませ気味な感じでやってみましょう。なんかこのなんかこうみたいなシンプルなフレーズもすごいかっこいいさ。なんかすごいこうテンション上がってくる感じがするじゃないですか。なんかすごいこの心地いいっすよね、この粒の粗さみたいなのがね。なんかでここで今ちょっと少し原因上げてるんですけども、この横のタイトスイッチっていうのがあって、ちょっとこの話をさせてください。これね、上がねオフでね、下がねオンなんだ。でこれオンにすると何が起こるかっていうと、簡単に言うと低域がねちょっと削られるんです。まあ説明書によると、そのタイトスイッチをオンにすると低域が削られて、アンサンブルの中でもしっかりこうね際立つようになるっていう話なんですけれども、ちょっとやってみましょう。オフの状態で少し弾いてみようかな。オフの状態でやってみましょう。こんな感じで、こちらも分かりやすいかな。こんな感じで、このタイトスイッチを入れると、みたいな感じでこの低域が少し削られているのが分かるかと思います。確かにまあバンドサウンドとかでね、あの使う分にはいいかもしれないんですけども、自宅で普通に自分でこう遊んでる分には、なんか低域があった方がね迫力あって面白いと思うんで、バンドの時はとりあえず試してみてもいいと思うんですけども、一人で弾く時はね、別にタイトスイッチ入れなくてもいいと思います。低音後は多分ね、弾いてて楽しいと思うんで、この状態でいきましょう。で、じゃあ次はその原因をガーッと上げて、マックスにしてみましょうか。そうすると、まあ、そこそこ歪みます。ただ、まあ、ディストーションっていうほどではないんだけども、でも、この歪み方もね、すごい心地いいんですよ。やってみましょう。ちょっと気づくことない？この時点で音がいいとかはもちろんなんだけど、ノイズがね究極にゼロなんですよ。気づきました？これ今そのボリューム今絞ってますよ。ボリューム絞ってます今。でボリューム上げますよ。これギター全開なんですよ。ノイズがねマジ究極にゼロなんです。これすごい半端ないよね。これどうなってんすかね、よくわかんないですけども、なんでこんなノイズでいいんだろうっていうぐらいノイズがない。で歪みが全開になってくると、ギアマックスになってくると、まあそこそこ歪むんですけど、まあこんな感じですよ。
しい音ですよね。パリパリになります。こんな感じ。こんな感じで、でトーンを下げるともちろん、モリモリになります。モリモリ？まあ、バンドアンサンブルとかになってくるとちょっとどうなるのか分かんないんですけども、一人で僕がねちょっと弾いてる分にはこのトーンはねずっと真ん中でいいような気がする。なんかこれを向こうに持っていくとちょっとパリパリしすぎるし、こっちに来るとねモコモコしすぎるし、まあ好みでねもちろん調節していただいて大丈夫なんだけども、基本的にこれ真ん中で十分いい気がする。だからこの真ん中セッティングの完成度がね高すぎてね、すごいこのタイトスイッチとかも嬉しいんだけども、ちょっとこの完成度がねすっごい高い、マジでちょっとこうどうしようかと思うぐらいに高い。ちょっとその原因を弱めて少しまた、音を鳴らしていってみましょうか。でもせっかくだからちょっとトーン少し絞りましょう。せっかく、いらないとか言っちゃダメっすね。開発の方が頑張ってくださってますからね。ちょっとせっかくだから使いましょう。トーンちょっと絞り目で。リバーブ聞かせると多分面白いやつですね。ちょっとリバーブガッといってみましょう。ブラックさんの方でリバーブガッツリ聞かせて、そうすると多分ちょっと面白い感じの、になる気がする。なんかこのメロの感じです。
わかるこのニュアンス。楽器のメロディあれですよ、あれあれ、G ペンタトニックスケール、イエスG メジャーペンタトニック、こんな使い方もできますね。すごいこのソロギターっぽく。なんかリバーブ効かせて、なんかちょっとこの歪み弱めて、トーンを少し弱めにして、でなんかこうリアにしてさ、ちょっとこう指弾きでさ、フィンガーピッキングでさ、こうちょっとねメロな感じで。全然弾き続けられるな。まあこんな感じでございますよ。すげえめちゃめちゃいいっていうところがですね、その伝わったかと思います。これで本当ね、実際弾いてみるとね、めっちゃ気持ちいい。マジめっちゃ気持ちいい。
この歪みの質感とかもそうですし、なんかこの粒の粗さっていうんですかね、なんかその辺もすごい心地よいし、何よりもこのピッキングにこうちゃんとね、追従してきてくれる感じがすごい、この弾いててストレスがないっていう感じですね。ぜひ皆さんも楽器屋さんで見かけることがありましたら、ぜひ試してみてくださいませ。今日はとりあえずこのビビのカリオンという、最新オーバードライブのご紹介でございました。参考になりましたでしょうか。まあ何かご意見とかご感想とかがありましたら、ぜひとも、コメントの方にベベッと残してみてくださいませ。そんな感じで今回はビビのカリオンのご紹介だったんですけれども、いかがだったでしょうか。音の良さは十分に伝わったかと思います。ただちょっと一つだけ皆さんに気をつけていただきたいなと思うことが一つありまして、それは何かと言いますと、さっき僕さ、ピッキングに追従してくれる感じがすごくいいなんて話をさせていただいたじゃないですか。でこれね、ちょっとね、裏を返すとピッキングがしっかりしないとヘボい音しか出ないです。あんまごまかしが効かない。なんかこのピッキングがね、しっかりこうバーってできたりとかしないと、ちょっとね、あんまりかっこよくならないと思うんですよ。だから皆さんがちょっと楽器屋さんで見かけました、あ、カリオンあるわーってこう鳴らしてみようと思って試奏してください、なんつった時に、バーって鳴らした時に、あれなんか滝屋さんがやってた時とちょっと違うぞみたいな、あれなんか俺、なんかあんまりかっこよくねえなって思ったならば、ちょっとピッキングに原因があるかもしんないです。まあこんなこと言うと僕がね、なんかね、僕が上手くてうんたらかんたらっていうわけじゃなくて、別に僕はそんな上手くないんだけれども、ピッキングがそこそこしっかりしないとしっかり鳴ってくんないんで、そこだけ要注意っていう感じだから、まあ逆を言えばこのエフェクターを使ってるとめちゃくちゃ上手くなるかもしれない、上手くなってくんないから。このエフェクター使ってるとピッキングがしっかりしていくんで、もしかしたらギターが上手くなるかもしれないっていう感じでございます。良くも悪くも本当にもうすごいそのまま忠実に、ギターの原音に対して歪みを加味してくるっていう感じのエフェクターなので、修行の一環としても、いいエフェクターかと思います。ちょっと検討していただければ幸いでございます。そんな感じで、じゃあ今日も長い間ベラベラと喋りながら音を鳴らさせていただきましたけども、以上とさせていただこうかと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。何かね、またご意見とかご感想とかありましたらリクエストいただくなり、もしくはその Twitter フォローいただいてリプライしていただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。